ファインですか。すいません。1年ぐらい前にこの脱原発式の集まりができて、1年経っても止まらないからね、原発を止めようというだけで全員が集まろうということでこんな集会を開いてきました。で、以前僕司会やってたんですけども、久しぶりにまたやらせていただきます。で、今日は特に久しぶりっていうのもあるみたいで、それから2013年になってですね、まだ止まらないんで、うまいことなんか大騒ぎして止めちゃおうということで、またアイデア出し合ってですね、何ができるかなということで、特に何のテーマもないらしいです。ではお好きに勝手に言いたいこと言ってください。どうぞ。じゃあ解散しましょうか。何でもいいんですよ。イベントをやりたいとか、こんな抗議したら相手はビビるんじゃないかとか、抗議ばっかでもどうしようもないんじゃないかとか、政権も変わりましたし、いろいろと環境も変わってると思うんですね。それから今まで分からなかったことも分かってきたと思うんですよ。皆さんにたくさんの情報を、ね、得てると思って、で、思ったことでもいいと思います。何かですね、このままずるずると行くよりはこうした方がいいんじゃないかっていう何かアイデアであったり、なかなか出ないんであれば自己紹介でもいいですよ。何かありますか。ありそうですね。はい、あります。自己紹介じゃあ、はい、どうぞ。杉並区の今川に住んでいます縄と申します。脱原発杉並の会議には初回から参加して、でもちょうどそうですね、1年前の2月19日 のデモに参加したのがアクションの始まりでした。もう1年経っちゃって、もうちょっとサクサクっと原発が止まってくれればありがたかったんだけれども、まだこうやって活動を続けています。だからとりあえずこの1月のここの会議に来た時は都民投票もやってて、署名活動もやってて、何かやらなきゃいけないっていう、そういう気持ちで先発待っていて、本当についにすがるようにこの脱原発杉並の会議に来たんですけれども、あれから1年経って、私たちはここで集まった人たちがまた新しいつながり作って、他でまた活動したりとか、この脱原発杉並のようなローカルデモがあちこち飛びしていて、そういう意味ではなんか1年というのはすごく短いようだったけど、いろんなことがあったなと思うし、活動に膨らみも広がりもできてきたと思います。ただこのままね、参院選も7月にあることだし、このままじゃないダメだ、何かやらなくちゃいけないっていう気持ちはいつもいつも持ってて、まだ心は全然折れてませんので、何かやりたいと思って今日ここに来ました。アイディアを聞きたいなという気持ちの方が あって、自分がお手持ちこれっていうのがすぐに立てないのがちょっと申し訳ないですけれども、どうぞ皆さん喋っていただけたらいいなと思っています。ちょっと一番最初を切って喋ってみました。よろしくお願いします。発言しないと原発止まらないですよ。アイデアなかったら負けますし、原宿村はお金もありますよ。行くことが多くなっちゃって、
アコーはそのこういう集まりの日程があらかじめ分かるんで、すごく行きやすいっていうのと、ちょっと行きがかり上、なんか行かなきゃいけなくなっちゃって、それと最近なんか、私、杉並区民なのに、なんか長野区民みたいな感じに扱われちゃって、違うんだけどなと思ってるんだけど、そんなになっちゃって、ですね、何をするかって、私はちょっと図を描きましょう。自分の頭の中で思っているのは、こんなふうに思ってて、A っていうのは革新的に反対、原発にね、こっちは E っていうのは、すみません、これ何をしてた頭の中を見せたんです。ああ、単純ですね。E は原発推進、革新的にそう思ってる人、 D は、それを支持してる人で、 E は A を支持してる人で、C は中間みたいな感じで、それで僕はE の人に働きかけてもしょうがないって感じがあって、働きかける範囲はこの範囲だと思ってるんですけども、これまでこの範囲をやってきたんで、これからこの範囲をなんかやんなきゃいけないっていうふうに思ってます。それでまず今年はここに働きかけるっていうよりも、この人たちがどんなふうに考えているのかを知りたいと思って、僕もあんまり人にこう初対面の人にこう接触するのうまくできない感じなんで、シール投票っていうのでこういう人でも話向こうから言ってきたりするらしいんで、そういうことをすでにやってるところがあるんで、そこに加わってみようかとか、そんなことを思ったりするんですけど、この中でもそんなような活動を、全体で取り組む感じでもないのかもしれないですけど、そういう動きをするんだったら、一緒にやれたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、アイデアとしてはそのシール投票というのがそこの意見を汲み取れるんじゃないかと思いますか。そうです。例えば僕、取っかかりとしてはね、なるほど、シール投票やりましょうと。そしたら、あそこの迷ってる、もしくはもうちょっと、あってもいいんじゃないかというふうに思ってる層にの気持ちが分かる。気持ちが分かった後に何やるかを決める。そうですね、まだだいぶ先のほう。なるほど。ここでやらなくても、常にやってるところに僕が加わってる。はい。じゃあ、大々的にみんなでシール投票やりましょうか。ちょっと地味ですけどね。シール投票について、あ、どうぞ。あ、じゃあその南荻窪に住んでる深野と言います。よろしく。シール投票を現にやってるグループがありましてね、下行さんがあちらの方に住んでる相沢さんって人がいるんです。相沢さん、女性です。でここにも何度か参加して発言をしている人ですけれども、原発可視化の会、見ることができるようにする会、でそれは何かといったらシール投票だっていう。で全国的にそれをやって運動をたくさん集めてアピールしようということでやり始めてまして、東京では彼女がいる関係でお仲間もいるんだけれども、杉並を一つの拠点にしてやっています。で行って集まってるんですね。で今日は現れないけれども、割合よく出席をされる人です。そういう人に連絡取ると割とその状況も分かるし、加わることもできると思います。以上です。相沢さんということですね。相沢さん、
思ってらっしゃる。あれは90確かに。ああ、そうだ、すみません、どうぞ。あ、阿佐ヶ谷に住んでます、野垣と言います。シール投票について、私のアイデアではないんですけど、私は2月の連休に、石川県の金沢に行ってきて、でそこでも毎週金曜日、最下の反対っていうのをこう叫んでる人たちが、官邸前の金沢みたいな人たちがいて、でそこに、まあ、行ってきたんですね。で駅前でやっぱり彼らも集投票をしてるんですよね。で金沢はなんか雪が降るので、最初は県庁前とかで官邸前みたいに、まあ、デモとか叫んだりとかデモとか してたらしいんですけど、雪が降るので、まあ、駅前に移動して屋根があるところで、シール投票をしてましたね。で、まあ、割と若い方が多くて、まあ、原発について、賛成反対わからないっていうのでシールを貼ってもらって、そこから会話していくっていうので、私もまあそれに一緒に参加させてもらって、あんまりなんか、まあ、反対派の人とか、向こう大井原発もまあ近いので、反対派の人とかあんまりこういうのやってくれないんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、反対派の人もいるんですけど、消極的反省みたいな原発に対して感じで、なかなかそこから話題が盛り上がって、割と消極的賛成なんだけど、日本の中で今原発何基動いてるか知ってますかっていうと、割と知らなかったりとか、結構一人一人と話す上ではなんかいい作戦かなっていうのは思いますね。で、まあ、その辺に立ってなんか待ち合わせ待ってる人とか、そういう人に結構話しかけていってやってて、まあすごいなっていうふうに思いました。実際やられたんですか？あ、私はその 地元の人を、一応、まあ、やって、そうですね、うん、2人ぐらいの人と話したんですけど、まあ絶対反対みたいな人と、まあ、分からない賛成と、割とフラットな感じだったのが、へえっていうふうに思いました。まあ、そういう啓発活動がこれからものを言うじゃないかという話ですね。そこで行ってみましょうか。一つなんかテーマがあって、もうちょっと、真ん中辺とか、いや、もしかしたら電気足りないかもしれない、新エネルギーに移行するのはって聞きますよね。そんな簡単じゃない。経済だってどうなるの、どっちも大切ですからね。そっちにどういうふうに働きかけるかっていう、なんかアイデアですよね。まあ、シール投票で意見を聞こう、そこからどういうふうにもうちょっと心の中にこう入っていけるのかって、なんかアイデアありますか？なんか飲み屋行ってお姉さんに話すぐらいしか相手がないんですけど、結構そういう気なスタンスとかしてるんですよね。誰か、はい、どうぞ。ちょっと皆さんが考えてくれたのにいいですか？あ、朝早いです、ね、朝早いの中村さんです。なんか何日以上会計になってしまったので、なんかお金からずっと抜け出せないんですけれども、去年の、まあ、8月の盆踊り以来、杉並区のデモとかはやってないじゃないですか。で、まあ、船橋でやったりね、中野でやったり、まあ、皆さんそれぞれ、このメンバーも主に一緒になってやってるんですけど、だから要するに、ここことしての集会をしてないので、お金の底がついてしまったんです。でも、この脱原発杉並として中野の人と一緒にやったり、船橋に行ったり、まあ、いろんなデモをしていたから、うん、まだお金払ってないんですよ、2万円くらい。で、今日もしできたら皆さん借金があるんですね。そうですそうです。で、まあ、お金持ちの方もいらっしゃると思うんで、実際はあと5000円くらいあれば、建て替えてくれてる方に返せることがあるんですが、まあ、嫌な話ですけど、こういう袋を作ったので、はい、またあの後でたくさん来てから。でも今日はちょっと高齢者が多いので失礼なことです。
先輩って言うよ。先輩。あ、そうだ。河合さん。はい。それ取ってますよっていうことをちょっと言ってください。あ、わかりました。はい。初めてもらいました。はい、中野区在住の河合と申します。初回の会議から勝手に映像を撮っちゃってまして、会議の映像なんですが、もし映りたくないという方いらっしゃいましたら、資格ゾーンというのを、毎回設けてますので。資格ゾーンは、すいません、このじゃあこの列でよろしいですかね。最新技術で YouTube とかですね、ユーストリームとかいろいろこうインターネットで映像が見えてしまうのがあるんですね。でそこで全員バッチリ映って公安の方とかをチェックしますね。映りたくないという方は一番こちらの列でお願いします。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあ戻りましょう。どんなアイデアでも自由なんですが、皆さん消極的なので、今日はなんかこう半分ぐらいかな、先ほど言っているよりもう少し無関心層とか習慣のあたりに訴えるなんか方法ね、今のところシール投票というのが該当になってね、なかなかこう意見が聞けるぞという話になっています。何か他に実践してきたこととか、もしくはなんかこんなアイデアとかありましたらどうぞ。はい、どうぞ。朝ラーの中村です。これは皆さんに提案というより今やっていることを言います。大間原発なんですね。あそこで一軒だけこう一人、住んでる人がいるんで、朝子ハウス。そうです、そうです。その朝子ハウスに手紙を届ける活動を続けてるんですよ。っていうのはあそこはすごい雪に埋もれてて、でも手紙を届けるとその道は必ず使われるじゃない、郵便屋さんが来て、でその道路を要するに潰させないように一軒のためでも郵便屋さんが行くっていうことで、その道が確保されているのね今で、はがきを買って、みんなに配ってみんなこう交代で手紙を出す。だからそれもうちらの話なんだけど、そういう意味でこう支えてるっていう活動をしている。それもっとこう近づけたわけですよね。ホームページ作ったりして、敷地内にこんだけ道があって怒ったんですね。ここ立ち退かない。まあでもご本人さんがね、亡くなったんですよね、娘さんがいらっしゃるというアイデアもありました。寝てるんですか皆さん。止まりませんよ原発。何かありますか。どうぞ。堀之内の小林と申します。いつもなんか実際の行動をちゃんとしないのに人にやらせることばっかりを言っていて申し訳ないんですけれども、今回ですね、近いところあるんですけれども、3つほど少し考えたんですけれども、とりあえず近々のこととしては、やっぱり3月の9日10日あたりにいろいろな動きがあって、例えば本当の日あたりも首都圏半径の例の集会だとかバレードとか、いうのが予定されているようだし、一応今までもそこには脱原発南、有志という形にしろスタンド団体みたいに入ってたんだから、何か3月9日あたりのそういうアクションに対して脱原発南としての動きが高くていいんじゃないかなと一つは思います。だから、前に看板というんじゃないけれど、何でしょうか、布で作ったようなものも、英語で言うとバナーって言います。バナーですか、はい、旗です。旗みたいなね。でそういうのを出していくというところで持っていけるというのも一つあるんじゃないかなと思います。それから2つ目はパレードとかいうのもやっぱり先駆けになってここがやったことがあって目的に色がついた感じもしますから、やっぱりどっかでパレードみたいなものがね、計画できればいいんじゃないかなと思うんだけども、もう一つそれから、ここが独創的にやったことは、花見をやったわけで、でまた今年も花見の季節が来るわけですから、
滋賀県様にはなんか第2回というかいうのをやって、そういうのまた全国に広まってくれればそれはちょっといいんじゃないかなというような感じがします。だから3つ目なんですけどね、やっぱり今度政権交代にして石原伸晃さんが環境省になったわけだから、でやっぱり地元選出の議員でね、で環境大臣というそういう立場なんだから、それに対してはやっぱり何かしらアクションをかけていいんじゃないかなと、褒め殺しでもいいだろうし、または陳情でもいいだろうし、また対話集会でもいいだろうし、やっぱりせっかく地元のところの議員がそういう立場があって責任を負ったことになっているんだから、それに対してある意味じゃあちゃんとやってくれば応援しますよと、どこでもないことやるんだったら許さないよというところでの、プレッシャーをやっぱりこの選挙区にしてかけてくるというのも一ついいんじゃないかな、すぐにはそれはちょっとなかなか動けないかもしれないけど、また失言をしていつ大臣やったかわからないから、それなりに時期を見てやらないといけないと思うんですけど、こんな3つくらいどうかなと思いました。てんこ盛りですね。1個目は何でしたっけ、忘れちゃいました、3月9日に向けて何かやります。3月9日、はい、あ、10日、10日です、はい、半減でっていうのは、初めての方とか知らない方もいらっしゃると思うので、官邸前の講義をもう1年近くですかね続けている、いわゆる各地にあるこういった反原発運動をしている団体であったり集まりのネットワークですかね、一応そういう思考みたいなのがある大きなところですけれども、そこがやるんですよね。あと、はい、で それに要するに脱原発杉並がうわーっとなんか目立つことをやろうって話、それが一つ、もう一つがパレードやったらどうと、要するにパレードっていうのはデモですよね、をやったらどうと、それと花見、脱原発花見ですよね、何なんでしょうね、やりましたけど、をやったらどうで、もう一つが、環境省、環境省ですね、石原伸晃さんの水谷の方なんで、陳情なんかやりましょうよ、そこに乗っかってでもいいですけど、じゃあどんな実際に本当にやれるのか、いやこれはやりたくない、もっと違ってやるんで、こんなアイデアがあり、ここに乗っかっていきましょう。それからシール投票も OK、 何かあります？いけないですね、解散しましょうか。今日もうすぐ伊勢の家も来ると思うんですけど、じゃあ一番直近はまだあんままとめたくないですけど、できれば沈黙に耐えられるとずっと沈黙になるんですけど、よろしいですか、それでまとめておきましょうか。3月10日というのが一番直近なんでしょうね。でその後が桜が咲く頃ですね。パレードってデモをやるのって結構大変だったと思うんですよ。だからいきなりやるって難しいですよね。そうなると3月10日のことについて話しましょうか。とりあえずはね、その半減年がデモをやりますよね、あそこは。デモやってあと何やるでしょう。詳しい方いらっしゃいます？その3月10日のことに関して。皆さんは詳しくないですか？詳しくはないですけど、でもどうしよう、内容をちょっとお伝えいただけるとありがたいです。はい、あ、いっぱいあるんですね。これ10日の調査、はい、はい、これは多分まあ本当10万人とか20万人来るんじゃないかって言われてると思うんですよね。でそこに脱原発杉並が何か呼びかけてるともっといっぱい来るんじゃないかってことですよね。何を言うの？
集会があってデモがある、それから国会前の集会最後にあるんですね、抗議がある。何かありますか。さっき言われたそのバナーとかの前に作られた方がいらっしゃると思うんだけど、その辺は今どこにあるのか。それは誰か持ってると思うし、はい、ありますよ。ね、そういうのだからまたもう一回出してもらってとか、まあ、一緒にね、そういうことにね、いろいろ手伝って。はい、はい、どうぞ。今川の名です。私はこの半減年のデモに関して、たくさん集めるってことはとてもたくさん人が集まってくれるってことはとても大事なことだと思うのですが、なんかそれをデモの中で脱原発杉並としてバナーを立てるとか、なんか上りを立てるとか、そういうことにはあまり、私積極的な気持ちにはなれないんですが、今、チラシがいっぱいできていて、半減年の方に3月10日の、それから、モーニングスマガジンっていう、脱原発の、ために、こう原発なくても本当にやっていけるのっていうことを詳しく、詳しいんだけれども、割と簡単に、見開く三つ折りぐらいで、説明したリーフレットがあるんですけれども、それを今配っているところなんですね。で、もしできるとしたら3月10日までに何日か、駅前なんかで、それをチラシを配りをするというのをやったらどうかと思っています。で、私は個人的には呼びかけて、そのチラシ配りとリーフレットを杉並の近辺でやろうと思っているんですけれども、もしそれに賛同してくださる方がいらっしゃったら一緒にやりましょうということですけど、やっぱりバナーだって、なんか要するにデモでなんか対立するってことですね。というか人集めに協力しようということですよ。マイクを人集めに協力しようというか、人集めに協力、はい、なんで積極的な気持ちになるんですか。なんか今しょぼんとしてるでしょ。で、バナー持って行って元気になれるかどうか、だって原発好きなみだぞって言って、なんかすごく元気があってバナー持って行って、ここだって原発好きなみだって感じがするんですけど、なんか順序が逆なような気がして、下支えということで何ができるかっていうことを考えた方が、なんかプラスになるような気がするんですけれども、皆さんどうお考えでしょうか。ちょっと今寂しいですよね。でブログ作って、あ、ごめんなさい、なんか分かんなくなっちゃった。なんでだろう。なんでか取らなかったのはどうしてでしょう。そこに何か今この脱原発杉並の問題の根があるような気がします。要するに脱原発杉並って掲げたところで何残っちゃった話でしょ。そんなに前みたいに興味ないよって話。でかくな表現です。多分そうでもそれ言うとますます元気が自分なくなってくるような気がするので、盛り上げなきゃって思うんだけれども、そこが今回の課題ですね。この集まりのきっと どうするのかって、出森さんがさっきから解散って言ってるけど、私それもありな気が、なんかグズグズってやってるんだったら一回パーッと散ってそれぞれのとこでやりましょうくらいの被害がないとやっていけないような気がするんです。なんとなく脱原発杉並は今まで褒められたりなんかしてきたけど、それは、変わったことをやってるとかでもなんか大きなのかけたとかだけれども、実際このところ会議をやって集まっている人は少ないし、それでどうやっていくのかってことを考えない と、どうするつもりなんだってことを、この集まりをみんながそれぞれ正直なところを言わないと、
先に進んでいけないような気がするんです。どうなんでしょうか。私たちに何ができるのかっていう、ごめんなさい、うまく言えない、うまく、だからその何かやろうって言っても、じゃあやろうって言ったら、その具体的に自分が何ができるかとか、果たしてじゃあデモ行くって言ったらデモ申請行くのかとか、バナー作ろうって言ったらバナー作るのかとか、そういうなんか実務を含んだ、動力をこの脱原発杉並に投入する気持ちがあるのかどうかってことをみんなが、正直に語り合わないと、先には進んでいけないような気がします。で今のこれ見てると、なんかリーダーシップになるとそれをたくさん引き受けて、やらなきゃいけなくて、みんな本当にやってくれるのかなとか、どのくらい参加する気持ちがあるのかなっていうところが不安です。だからそのことも含めて聞きたいなと思っています。なんか内向きな話になってましたね。いやいや結構です。まあ初めての方もいらっしゃるし、何のこっちゃって話もあると思うんですけど、まあ1年やってるんで最初に集まってから、まあ正直盛り下がりますよね。でこの脱原発杉並は何というか、今風で言うと炎上マーケティングというかですね、なんか人にある程度不快な思いをさせて話題を作っていきたいみたいなところ多分あると思うんですよね。で、奇想天外なことですね。まあそれは多分奇想天外な人がいたんじゃなくて、好き勝手言ってたらこう生まれてきたんでしょうね。カラオケかダンスとかね、まあ考えると本当ふざけてると思うんですけど、まあそれがそれでなんとなくこう飛び火したんでしょうね。だけどまあ地味でもいいじゃないですか。地味でもなんでも、ちょっとこう、やっぱりね、1年、2年経つと、状況も変わってくると思いますしね、やり方も変えないといけないと思うしね、いいじゃないですか、30人でも40人でも、でもいいのと思いますけど、で、どういう脱線したんでしょうか。ごめんなさい、味見が。はい、どうぞ。どうも初めて来たっていうのがずっと黙ってると皆さんになんか圧力かけるような感じが変えてしまうので一言言いますけど、僕は11月のどこの何なんですか。通りなんて結構です。杉並区和田に住んでる有村と言います。杉並革新君の手伝いをしているもんですけど、11月の都知事選の時にここの3階で杉並で集会やりましたよね。あの時非常に盛り上がってね、僕はすごいなと思ったんですよ。僕はこういう年ですからね、かなり生えてますから、昔はいろいろやったんだけど今もう知恵が枯渇してね、新しいあれが出てこないんです。だから今日ここに来ればいろいろ面白い話が聞けるんじゃないかと、そして自分で考えたようなふりをしてね、革新君の会でいろいろ話をしようと思って起きているだけで、気にしないで聞かせて、いろいろ話を聞かせてほしいと思うんですよ。それで、まあ、6月7月になると参議院選挙とか都議会の議員選挙があって、今度の参議院選挙に負けるとひどいことになるような気がしますし、この選挙じゃなくて そういう参議院選挙に向けての、特に憲法問題ですね、憲法問題での、まあ、大運動を起こす必要があるんじゃないかというふうに思いますので、そういうこともここで話になるのかなと思って実は来ました。いろいろ話をぜひ聞かせてほしいと思いますのでよろしくお願いします。だから皆さん黙ってないでいろいろ話をして聞かせてください。ありがとうございました。多分憲法問題の話何歳って思うんですか。そう、いや、いいんですよ。原発を爆発しましたね。あれびっくりして、これ止めなきゃって、これまずいって思ったのが、おそらく、先輩のように
いわゆるちょっとレフトの方であったり、僕みたいに商売人であったり、右寄りの方でもみんな話してるんですね。俺にタンプって言われてみたり、ここにはいろんな方がタンプいらっしゃるんで、多分人口問題って話じゃない、国防軍作るかって必ず言います。で、何もなければ何もないでいいですし、例えば先ほど奈良さんがおっしゃったみたいに、なんか盛り下がってるからどうしようかっていう内向きな話になると結構だと思うんですけども、休憩しましょうか。ユーストリーム中継もまだ届きませんので、休憩しましょうよ。はい、とりあえずまあ10分ぐらいという感じで、30分か、ね、7時半から7時35分ぐらいにしてください。そっちの奥も大丈夫ですよね。だからあっちは録画したのを後で YouTube でアップするんですね。そうです、はい、なのでこっちの列は一応四角になります。顔出し NG の方は、まあ、マスクでもしてください。面倒くさい。はい、では、もう1時間ぐらいやってるんですけど、すんごい申し上がってます。何やりましょうかっていう話で、何もできないぞっていう感じなんですけども、それでもいいんで、原発止めたいという思いがあれば、ぜひ、発言してください。で、今まで出たアイデアとしては、まあ、今まで通り、例えばパレードであったりですね、パレードですよ、デモです。それから花見も去年はやったんで、こんなのやったらどうだろう。それから3月10日の、官邸前でずっとオーガナイズしてる反原発、初見反原発連合、反原連、これはこの脱原発的なのもそのネットワークに入ってるんですが、これたくさん人が来る予定だけどもっと呼ぼうという謝罪再使用という話、そんなところです。あとシール投票をして、シール投票を回答して、無関心層であったり、容認している方、人たちに働きかけたらどうだろう、まあ、意見を聞いたらどうだろう、いった非常に凡庸な感じのアイデアになります。さあ、そこにどんな議論が巻き起こるんでしょう。どうぞお好きに発言ください。はい、どうぞ。ちょっとお待ちください。あの公園寺の、商店会の斉藤と言います。さっきの、名和さんの話、やっぱり僕もそう思ってるんですよ。で、ずっと続けてきて、やっぱりこういう時期もあるなというふうに思うんですけど、僕は今その中でもう一回ちょっと考えなきゃいけないのは、原点に返るってことがちょっと必要なのかなと思って、でその原点の一つというのはやっぱり何と言っても福島のことなんじゃないかなという思いです。先日この上で福島の飯舘の方が2人来て飯舘の現実をお話になられました。でなかなか帰れない、そういう中でこれからの生活の道、本当にどうしていくのかということを突きつけていきたいということとかですね、子どもの健康を守りたい、そして東電の保障が全然、自分たちが外に行って生活できるものが全然示されない中で、みんな、長泥地区っていうところの入れないところは8割の方を組織して運動やってるとか、いろんなそういう話を聞きました。で僕たちもやっぱり本当にもう一回そういう、僕はちょっとやっぱりその話も改めて聞いてですね、私たちがやっぱり原発事故で本当に子どものこととかこれからのことをいろいろ考えたと思うんですが、現実の進まないで福島はそうやって泣き寝りどんどんさせられていく、そして私たちもなかなか進まない、そして運動がなかなか広がっていかない、こういう中でいくのは原発を進める人の思うつぼになるんじゃないかなという思いをものすごくしています。でそういう意味で一つは福島の方とのつながり、
僕たちが行くっていうことも含めていろいろやっていく必要があるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、福島の子ども扶養プロジェクトの中でもやっぱり一度福島に行って、その上で今年の、扶養プロジェクト8月12、13、14、15と4泊5日でやりますが、そういうことを考えています。で、それ以外にもまた、福島にいながら考えようということでちょっと進めています。それと2点目はですね、みんながいろんなことをやってるんじゃないかなと思うんですね。で、今度3月30日に素人ならの12号店ので、相馬野馬追の映画を作った方の上映会をやるということに僕はなりそうです。で、そういういろんな、これもまた馬を育てたりなんかするっていうのは結構やっぱり相馬で大変なわけで、そういうものも、やりたいと思ってるし、あと、今ちょっと話が出てるのはですね、相馬高校 の高校生が、福島の演劇を作りましたよね。30分ぐらい、それをなんとか高円寺の方に、呼べるようなことができないだろうかとか、そんないろんな意見があるのを、高円寺の中でちょっと実現しようというふうに今やっている最中です。現実にやっぱり福島のことと関わりながらいろんなできること、あるいはみんなでやってること、それぞれを出し合って、それの上でもうちょっともう一回運動っていうんですか、お互いのことを理解し合いながら広げていく、その運動に聞きながらもうちょっと進めていくとか、あともうちょっと落ち着いて、やることも同時に必要なんじゃないかなということを強く今思っています。はい、ありがとうございます。いろんなことやってるということですよね。多分そうですよね、皆さんね。それなんとなく集めたらいいんじゃないかってことですよね。どんどん利用すればいいですね。はい、どうぞ。私はパソコンあるんだけどインターネットを接続してないんで、それで中野モーの方が会議に行って発揮してるんでそっちばっかり行ってるんですけども、中野モーにいたら杉並の方は何だかちょっとうまくいってないような話を聞いて、それで杉並全体で何か取り組めなくなってて、何かこうもっと細かくそれぞれが動いてるみたいな風に聞いてんですけどね。で、そういうのはそのなんかメーリングリストの中で何かやり取りがあるのか、それとも杉並の場合はなんか世話人みたいな人がこう何人かいると思うんですけど、その中の話でどうにかなってるのか、その辺の話を、聞いた方が意味があるのか、別にそんなの聞いてもしょうがないのか、なおさらさっきの話をというか想像すると、なんかこう提案する人がいるけども実際それをやるのは一部の人が頑張んなきゃやれないみたいな、その辺の問題点っていうふうに集約されてしまうのか、もっともっともっとごちゃごちゃってややこしい事情があるのか、その辺のことを聞いて意味があるんだったら聞かせてもらいたいと思うんですが、誰か聞かせられますか。あんま意味ないんじゃないですかね。まあ盛り下がりもするでしょう、きっと1年やってよ。あ、聞きます。いや、そしたらそのアイディアは出すけど自分はやらない、よくさ言ったら言ったやつがやるよっていう話あるじゃないですか、言い方としてね。そうするといい、あ、そうするとアイディアはあるけどやれない事情もあるから黙っちまう人もいる、僕も含めてね。でそういうのを解放してくれるんならアイディアを出すけども、やっぱり言ったらやれって言ったら
やっぱりちょっと控えちゃうことっていうのはありますけど、言うだけ言ってみたらどうですか。じゃあ言います、はい、これまではその例えばそういう3月何日とか集中した日にこっちから国会だの官邸だのとこに行こうっていうあるけど、その逆も考えたらどうかと思って、それで、あんなああいうとこにもう何十万も集まるっていうのを報道されなかったりするじゃないですか。新聞に載らなかったりテレビでは取り上げなかったりさ、だからその逆をやってね、その YouTube だかなんだか中継でネットでは見れるわけでしょ。そしたらそれをさ、例えば高円寺などでそのスクリーンで出してさ、もう通りがかりの人に今現在こんだけ集まってるんだぞとかね、そういう逆発信をさしたらどうでしょうか。要するに例えば官邸までやってることをどっかで、そうそう中継してみんなで見るわけよ。街角テレビ、そうそうそう、なるほど、もっとかっこいい言い方ありますよね、なんとかビジョンとかね、ぜひやってくださいよ。だからできないって言うよ、アイデアを出すよ。ああ、それって言うなよ、それって言うなよ。いやでも誰とかやめていけないって知らないよ、それそれいいんじゃないですかね。ついていきますよ、やってください、ついていきますよ。そんな意見がありますね。そうするとまあでも行ったことない人が見れるってことですよね、うん、でマスコミが流れてくる情報がいかに全然実際と違うかっていう。なるほど、出てきましたよ、お金がかかりそうなアイデアが。はい、どうぞ。麻布やったら北場と申します。今の意見はすごく賛成なんですけど、その前に、メールが何回か来たうちの一つだと思うんですけど、3月10日の大会に向けてその中で何かをするのか、それともそれ以外で杉並で何かをするのかっていうのがあまりはっきり分からなかったんですね。わかります。それは自由に今話し合いましょうって話で、特に決まってないです。だから決まってるのか決まってないのかも分からなくて、そのここだけで独自に何かをするのか、それとも10日に協力するためにその中で何かをするのか、でも協力するんだったら何かをしてるっていうこともそんなにはできないんじゃないかと思っていたんで、企画とかっていうのがすごく難しいなと思ったのが一つと、それと、去年の都知事選と衆院選ので私が推した人は両党の視点だったんですけども、とにかく先ほどの頭の中の絵じゃないんですけども、関心を持ってない人たちに関心を向けさせるのはものすごく難しいことで、ほとんど無理に近いっていうのはすごく改めて感じたんですね。ですからその先ほどの意見の賛成なのは、その近いところから考えてくれそうな人たちからを味方につけるっていうのを少しずつやった方がいいかなっていうのはちょっと思ってるんです。で、自分の周りの運動ってことでもないんですけども、やっぱり新聞やテレビに言ってるから雑談から言っちゃう人が多いんで、その人たちを説得はちょっとしきれない部分がありますので、といってじゃあその人じゃない人たちをどういうふうに集めるか、そういう人たちをどう説明するかっていうのをアイデアがあんまり一つ浮かばないのと、あと話ができたら嬉しいなっていうのはちょっと思ってます。はい、要するにお花見をしたい。他に、なんか、街角テレビが入ってて、それがいいねという話でした。さあ、お金ありますか。あ、はい、どうぞ。阿佐ヶ谷の戸籍です。遅くまでいらないので、黙って帰るのは嫌だから、
多分ものすごい勢いで去年若い人たちも含めてうわーって来たから、やっぱりもうね、少し浸透するのはあのいいんじゃないのかなって、しょうがないよねって思ってますが、やっぱり年は改まってあんな政治状況になっちゃったから何もしないというわけにはいかないなと思って、今日はなんか面白いことでも聞かなきゃと思って来ました。ただ3月10日はなんかいろいろあるから、とりあえず杉並がなんかするっていうふうにはいかないのかなって。だから官邸前に行く人とか高円寺のなんか福島考える会に行く人とかいろいろいるだろうから、とりあえずそれは3月10日に杉並町でなんかするっていうのはとりあえずパスしてもいいかなと思って、一つは、ももさんの言ったシール投票、あれあるだなって、その代わりシール投票っていうのは1回やったら終わりじゃないから、例えば、なんかやれよなって言われるとちょっと二の足かもしれないけど、毎月11日は原発シール投票の日とかね、なんかそう言って、あっちの駅こっちの駅とかっていう風にこうね決めてやるっていうのはありだなと思って、それが一つ。それからそれなら私やってもいいよ、そのやらないっていうとまずいかねでそれは一つ。あとお花見はやっぱりやろうよって思います、楽しかったし。それから何だっけ、もう一つ、あこれもいいな、そうしながらやっぱりどっかで杉並らしくやっぱりパレードは別に5000人じゃなくてもいいから、どっかもうちょっとこう準備して警察に行くって言ったら深野さんまた行ってくれるからね、やろうよっていうふうに思います。私やっぱりさっき斉藤さん言ったけど、本当に福島の人たちの思いを重ねたら自分たちのいるところで何が福島の人たちのためにできるかってなったら、やっぱりできることをするしかないよねって思うんです。だからそれはみんなでアイデア出しながら、せっかくこれだけなんだろう、みんなつながれたんだから、このつながりはどんなに細くなっても時々こう太くなったり細くなったりしながらつながっていく、それはもう原発が止まるまで私たちはやめられないんだっていうふうに私自身は思っているから、なんかやろうよねっていうふうに思います。はい、シール投票だったらまあできるぞと、それを毎月何日って決めたらいいんじゃないかっていうアイデアと、花見はやろうと、花見人気ですね、飲みたいだけでしょ今の花見やりましょうよ。はい、どうぞ。僕杉並じゃなくて西東京の安藤ですけど、はい、どうも、去年ですよね、この杉並が盛り上がったのは。で、一番盛り上がったのは 僕的にね、すごく良かったなと思う5月6日 の原発ゼロゼロ全部なくなったっていうんで、お祝いしたじゃん。で、今年は多分ゼロにはならないと思うんだけど、いやいや今年の5月2日にはならないと思うんだけど、去年の今はゼロだったねみたいな、今年もゼロにしようよみたいな、デモってやらないですか、やらないつもりになってる、全然なんですよね。だったらそういうなんか去年ね、5月5日その原発ゼロだったっていうことを思い出すようなそういう、 こう行動を取るっていうのはいかがでしょうか。5月5日か6日です。そうです。あ、なるほど。1周年何周年もやりたくないですね。早く解散したいですね。まあそういうなんか取り付けてここでもやろうよ。単純にあれなんですよね、相手パターンになってるわけでしょ。そう野田さんがわーって無責任なこと言ったからこっちがわーって怒ってると、今ここで怒りどころがなかったりするわけでしょ。だから記念じゃない、記念もだってゼロワットだ。なるほど。大井が止まるのいつなんですか。7月7日。4月に泊まるそうです。日曜日、5月5日日曜日、5月5日日曜日だそうです。どうでしょう、一瞬どうでしょう、思いました。
というアイディアが来ました。まあ、要するにパレード、パレードっていうのはイコールデモですからね。デモやりましょうと、でもそれはいつやろうかという話です。その前に花見もあるよ。で、小さな、なんか例えば映画上映会であったり、展示会であったり、皆さんいろんなことやってると思うんですよね。それから当然その講義の手伝いをしたりということをやってると思うんだけども、それがつながってないような話ですよね。だって原発杉並っていう住民のネットワークでうまいことこう宣伝もできてないし、なんかまとまってない、そこになんかアイデアないかなって話ですよね。なんとなくテーマ絞れてきましたよね。はい、どうぞ。中野在住の河合です。今の安藤さんの意見にちょっと補足情報なんですが、練馬の方では、5月5日にその原発、去年原発ゼロになったというのを、まあ、記念してというか、ちょっとイベントがあるらしいです。なので、まあ、もし杉並でもやるなら、まあ、連携して、一緒にやるとか、でそれなら僕中野在住なんで、中野でもちょっと何かやろうかというのを提案してみますので、もう嫌みたらしくもう去年ゼロになったねっていうのをこうお願いするみたいなのもいいんじゃないでしょうかね。ちょっと提案しでした。はい、提案でした。締めましょうとですね、どうぞ。阿佐ヶ谷の野垣です。野村さんが先出た街頭テレビ、街角テレビは結構面白いなって思うんですけど、なんか私のイメージはテレビがあんまりない時代にね、なんか阿佐ヶ谷のコールセンターのところに消費者の店っていうのがあって、そこでなんかそういう店とかでなんか力道山とかそういうのを見て、いや今もねそこはね結構ね相撲とかね見てわーって人だかりができたりするんですけど、とかあとすごい大型ビジョンとかあって借りるのとか高いから、なんかシーツみたいのを立ててプロジェクターとかだったらなんか持ってる方とか、いや区から借りれるのかなと思って、そういうちょっと貧乏くさいなんか街のテレビみたいにして、だけどそれだけだとちょっとキャッチーさが足りない気がするので、さっき出たシール投票とか、あと朝子ハウスにハガキを出すみたいのをなんかその周りでやるみたいな。朝子ハウスのハガキはもうなんか一応ただ配って受け取った人が50円貼ってメッセージ書いて出してくださいみたいなのでもいいし、まあ、その場で書いてもいいし、文章とか書けない子供だったら絵とかその場でクレヨンとかなんか用意して書かせてあげるとか、組み合わせたら街頭テレビは面白いかなっていう気がしました。だそうです。やる方、やりたい方、街頭テレビ、全然ちょっと桃さん街頭テレビも面白いですよね。シーツにね。それでなんか上映しちゃえばいいですよね。知らないよ。その件は風格になりますね。あとなんかあります。実際に今出てるアイデアを実現、こんな風にしたら実現できるようでもいいし、僕こそそれはやりたいなっていうのでもいいし。全く別のアイデアでも結構です。どうでしょう。花見はなんか人気ありますけど、花見っていつがいいですか。中野は3月25日大会予想。1週間ぐらいで。はい。花がなくても酒があればいいんでしょうね。4月、3月25から1週間。
4月の頭までですね。はい、どうぞ。まずマイクをお願いします。佐賀屋の石原です。お花見というのは私も記憶がありまして参加したんですけど、すごくクローズドな集いだったなという感じで、周りの人に訴えるという部分ではやっぱり弱かったと思うんです。お花見お花見の私たちの結束を固めるという意味の意義がありますので、それはそれで置いといて、今ちょうど思いついたのが、例えばスターロードフェスティバルとかね、ああいうこう一つの小さな商店街が杉並にはいろいろとあって、そこで最近ちょっとしたその通りだけのマーケットだとか一日だけやるなんていうのがあるんですね。でその時にやっぱり路上でパフォーマンスやったりとか、結構柔軟性があって、例えばお姉の人たちの結構踊りついたこと、割とセクシャルな部分のあるダンスだったりとか、会話もそうだったりとか、あんまりですね、脱原発関係でも政治的だとか排除されないような雰囲気があって、なんかそう、そうやってモノと絡みながらクローズじゃないと周知できればいいのかなっていうふうに思っています。以上です。阿佐ヶ谷だったり高円寺だったりいろんなところの商店街で露店出すとか、露店というかストリートパフォーマンス、ストリートパフォーマンスが結構あって、その場で寸劇があったり、寸劇やライブやそうですね。そうなんです。そういう時にビラも配ったり、なんか入れちゃうし、そんなことを私が好きな実際にあるんですか？やってます。実際にやってますよ、スターロードフェスティバルが。いつや？6月くらい。なんか皆さんいろんなことやってるんですよね。6月、やっぱ夏です。いっぱい出てきましたね。全部やってみますか。こんだけやりたいことっていうのは出てきたんで、これできるだろうとか、これやりたいなっていう意見でいいですよ。もう皆さんアイデアに枯渇してるよ。はい、阿佐ヶ谷のままですけど、アイデア自体じゃないんですけど、神保さんとメールでやり取りしてちょっと言ってたんですけど、シリコンバンク売れないかなって思ったんですよ。シリコンのバンド、赤字経営じゃないですか、ここ。言葉は悪いんですけど、3月10日だったら関係者が多いんで、買ってくれる人が多いかもしれないと思って、で、多分単価が1個100円かそこら、1000個作るとしてですけど、1000個いくらで売るかによって変わってくるんですけども、と財源が少しできれば、やることもちょっと変わってくるかなって思ったんですけど、ここはそういうのはどうなんでしょう。今、シリコンバンドを作って、中身儲けちゃうということですかな。お金あるかないのか。というアイデアも出てきました。今日何時なんですか？9時です。9時ですか？あと1時間もあるんですね。早めに終わったっていいわけ。いや、全然構いません。これでパッと読めちゃったらいいんですよ。
はい、どうぞ。ないと思うしかないすみません、全部の部屋と言います。前も何度か聞いたんですけど、石原のホテルに意地悪のようなデモをやりたいです。デモじゃなくてもいいんだけど、しつこく、皮肉っぽく。で、なんでかって言ったら、衆議院選挙もあんな感じで、でしかもあののホテルが自民党の総裁候補に出たときに、この杉並からあんな人を総裁にしちゃうなんて恥ずかしい、杉並に出たい、ここから引っ越ししたいと思うぐらい嫌で、幸い総裁にはならずに済んだんですけど、あんなやつがあんなひどい場の失言を繰り返してる男が原発担当の大臣なんてとんでもないと思って、何にも分かってなくて、人のこう痛みとかにとても寄り添えないようなやつだと思っているので、太鼓を叩きながらでも皮肉の歌でも歌いながらでも何でもいいんですけど、例えば区役所のところから浜田山のノブテルの家の周りをぐるぐる回ってチラシも配って、こんなやつを杉並から追い出したいっていうチラシを配ったりしながら、皮肉っぽく意地悪なデモをやりたいです。感激ですか。ホテル嫌いっていうデモですね。たぶんホテルさんの支持者たくさんいますからね。取り込みたいですね、見れば。まあ、そういうデモもやりたい。で、デモの時に例えばこのアサトハウスのハガキを書いてくださいっていうのを、
逆にそっちの方が大切なんじゃないかっていう意見がちょっと多いんですよね。去年は大きなイベントをゴンとやろうという感じだったんですけども、そうすると継続的にってなるとできる人できないところでいるけども、今小さい単位でやってるんじゃなくて、せっかくだからこうやって脱原発杉並っていうふうに言うと人結構集まるんだから、そこをそこをネットワークにしてそこを利用してっていう、そういうご意見が多いんですよね。だからやっぱりその活動の仕方がちょっと変わってんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、じゃあ小さいその継続的な細々した催し物であったり活動っていうのをどういうふうに皆さんで共有して力を合わせられるんだろうかっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、何かアイデアないですかね。あんまりそのインターネットも活用できてないような気もしますしね。ありませんね、なかなかね。なんかこれはやろうってのあります？上から拍手してみましょうか。これやりたいなっていうの。相馬高校の演劇を杉並で開催。福島の、あ、これはなんか、まあ、意見なので、じゃ次のシール投票をやってみよう。脱原発花見。花見やるんだね。当確だ。街頭テレビ。5月にデモやろう。朝子ハウスにハガキを出す。朝子ハウスっていうのは、まあちょっとさっき説明したんで、まあ省きますけど、ね、商店街の催し事で脱原発のパフォーマンス。シリコンバンドを売る。 CD を作って売る。ノブテル氏に氏入れてください。すいません、あのステークホルダーたくさんいるんで。ノブテル氏に意地悪でも。いやー、花見です。今のところ一番拍手が多いのはどう考えても花見です。まあ、それも民意ということで、じゃあ花見やりましょうよ。いつやりましょうか。花見についての意見としては、先ほどは結構クローズドだったと。だけどそれは結束を固めたり交流するという意味ではいいんじゃないかっていう話もあったので、それは一つの意見ですから心に入れてください。で、花見自体で周りにアピールすることがなかなか難しかったんじゃないかっていうことです。はい、どうぞ。うっすらと記憶してるんですけど、前回やっぱ花見やった時意外とクレームがあったんじゃないかなっていうのをうっすらと記憶してるんですよね。なんか、まあ、まあまあまあ、なんか、なので あんまり盛り上がらなかったのはそういうのもあったのかなってちょっと反省点も含めて思ってるんですけど、ちょっとその辺はちょっと総括してもう一回やるんだったらやった方がいいのかなと思っているんですけど、どうでしょうか。なるほど。まあ、クレームに、まあ、響いてるわけじゃないですか。まあ、なんか手返しですもんね。いやいや、そんなことはないです。はい、まあ、なのになんか、まあ、やるんだったらね、こう開き直ってバーってやった方が面白いなと思うんですけど、前回何だったんでしょうね、あれは。僕ちょっとマイクを使っちゃいけない、マイクを使っちゃいけない、いや、そういうことではなくて、そのやること自体がっていうのがなんかちょっとあります。まあ、要するにツイッターとか。あ、そうです、ね、そういうところで、そういうところです、ね、あいつらバカだ。まあでももうね、その後ボンダンスもやってるからもう言っても聞かないみたいな、言うこと聞くようなみたいな感じになってますけど、まあ、それはそれでいいのかな。はい、じゃあどうぞ。今の話ですけど、クレームっていうより
みんなこうカラオケ館の時からずっと言われてましたよね。で逆に言われた方が良かったんですよ、この杉並に。で今度もしね花見やって何もクレームも話題にもならないのが一番寂しいなというふうに思ってね。逆にね、まあでも大体あの話題にならないと思いますよ、ね、全然同じことやるってことはね、うん、どうぞ。安藤さん、今、半分以上おっしゃっていただいたんですけど、もうなんか気にしなくていいかなと思って、カラオケで不謹慎って言われて、花見やってもうダンスでバカって言われて、バカって言われて、何も考えてないって言われて、でも、そこに、例えばボンダンス、あの場にいた人は、何も考えなかったわけじゃない、いろいろ考えたし感じたっていうのは、参加した私たちが知ってるし、言われたからどうってことなかったじゃないですか。気にせずにどれをやるにしてもあまり気にしなくていいかな、私たちがやりたいものをやっときゃいいんじゃないかなと思います。多分ですけど、あの方もうこの中で一番クレーム慣れしてるんで、なぜあれを言ったかっていうのは、もうちょっと要するに本当に意義っていうのは何なのっていうことを、そう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 、なんかみんなの気持ちを再確認できる、再確認、はい、うんうん、いいも悪いもちょっとこう理解した上で企画しないとだよっていうことだと思うんですよね。前回の会議に参加、すいません、マイク使わせて、すいません、じゃあマイク、前回の会議に参加してた人の中でも結構いらっしゃったなっていうのをちょっと記憶してたので、ちょっと、まあ、この中にもまたいらっしゃるかなと思って、勉強と思って発言しました。はい。そういう意味でじゃあ花見を。まあでも花見ってそんなに企画がいっぱいありましたっけね、内容。まずでもあれだけね、やろうっていう話なんで、まあそれは参加する参加しないは当然自由ですから。じゃあ日にちぐらい決めて、あとは。また応用決めるぐらいでいいんじゃないですかね。日にちはいつ頃がいいんですか、それとも何か、どうぞ。30日が中野でしたね。で、31日が中で、ドイツなんですよ。それは、各地でその脱原発、花見をやるそびにしてですか。なるほど、ね。いずれにしても25日以降の時は33日、ね、それを逃しちゃうと、まあ、なんかという可能性もあるので、そこら辺どうするか、ある大丈夫、はい、去年は4月15日遅かった。去年は逆にわざと遅くしたんですよね。つまり、まあ、ジャストでやるとあれ全然作るんだと思って、一般の本当のコントロールというのは最近で多少誰かがこう縛ってしたり、いろいろ協力した結果、4月15日でしたっけ。そうです。だからまあかなりもう終わりの方ですけど、でも八重の爆発を含めてまだ一応楽しめる。さっきも言ったように、まあ、花よりは伸びながらとか音楽とかっていう厳しいですね。それより気をして、じゃあ4月8日から2日間にしたって話なんで、4月の頭の日曜日でもいいじゃないですか。そんなところで行きましょう。4月の頭からちょっとわかんないですけど、7日の日曜日に出す原発花見をやるということでいいでしょうかね。で、まあ、それはやると。で他にちょすいません忘れちゃった、反対になって、あ
相馬の次にあの拍手が多かったのが、すみません、斉藤さん何でしたっけ、相馬の上映会、あ、演劇、演劇を呼ぶだったんですね。まあ、すみません、ちょっと待ってね、マイク。やってる子たちが3年生で、すぐ入試に入ってるんですよ。で今その高校の先生ともその後の演劇で2年生とかなんかがやる予定があるのかどうかとか今ちょっと詰めて聞いています。もしあの場合は公演で、DVD の上映をしてその福島の演劇をやった高校生が、なんかどっかの、俳優座かなんかの養成所に入るっていう子もいるみたいなので、もしそれであればその子も来てもらって一緒にこうトークできるようなものを作ろうかなっていうような話で、やるとすれば7月から8月前の形で、脱原発的なっていうよりも別な形でちょっと考えています。なるほど。小学校を使ってやってる。あ、なるほど。まあでもそこをこれも巻き込んで盛り上げたいなって話ですね。まあ7月か8月。すいません、ちょっとちょっとクルッと回すとちょっとご飯見えなくなっちゃった。相馬高校の演劇を杉並で開催というのはすごく拍手が多かったので、でこれは斉藤さんが進めてらっしゃるんですよね。いろいろ協力しましょうというね。今のところ花見はやりましょう。あ、はい、どうぞ。相馬高校の演劇は私は去年見ました。あれ去年かな、多分最後に東京でやる公演が3月に笹塚でやるんですよね。3月に笹塚でやるんだけど最後に、16、17かな、2日間やる、それが最終公演だという今の演劇部のメンバーでやるのはそうだと聞いてます。で提案なんですが、例えばその夏に福島の子どもたちが来てくれてそれをやってくれるんだったらまだ時間もありますし、杉並の子どもたちが、東京の子どもたちが考える原発をテーマにした芝居を作ってやるとかっていうのはどうですか。あの芝居短かったですね、30分ぐらいでね。で30分ぐらいだったら字幕で書けるから、それをまあなんか高校生だと難しいかもしれないけど、うちの娘中学の演劇部なんですけど、関東大会とか全国大会に出てるような学校で演劇部員多いんですよ、すごい。で自分たちで書いてる子たちもいて、あの脚本を中学生とかでも結構芝居やってる子たちってレベル高いなっていうのを実感してるので、時間があるのでなんか杉並で呼びかけて30分を1本と、東京の子どもたちがやる芝居と日本立てっていうお仕事なんですと今思ったので、まあ何本かあるんですね、芝居もね使いますよ。何ですか、演劇。まあ、どっちにしてその芝居をやっていただいた後にもしできれば高校生たちと話をする。こっちの例えば若者とがやる芝居とそのエール交換みたいな形でやった後一緒にディスカッションするとか考えるとか面白いかなと思いますね。ただの話をお互いにやるのとまた全然芝居っていうフィクションを体でやるものを表現したのをお互いに見るっていうのは立ち位置が違うことで作る芝居って面白いかな。
じゃあそれが7月か8月ぐらいですね。実は発案者はうちの商店会の若い人なんですよ。だからその人とちょっといろいろ中村さんあたりも入って相談していただいて、いろいろ実現できるなら面白いなと思うんですよ。だからそれはね、大きなイベントですよね。こう準備をしていけばいいものになるかもしれないですね。4月のおちゃらけ、あ、間違えた、花見と4月か8月のその大劇っていうのがね、出てきましたね。デモっていうのはね、なかなか皆さん、じゃあ俺やるぜっていう人いないからね、俺やるからって来てくれよって言ったら多分できると思うんですよ。シール東京、街頭テレビはあんまり拍手なかったけども、シール東京はね、あの拍手も多かったし、いろんな意見も出てきたんで、定例でやりましょうって話もあった。シール東京、例えばなんかちょっと班みたいに作らないとなかなか進まないかもしれないけど、やってみたらどうでしょう。どうぞ。完全に思いつきなんですけど、いつもやっぱデモやってる時って結構増えては来るじゃないですか。増えては来るけど、そんなに、まあ、終わってみるとそんな増えてないじゃないですか。なのでデモと花火をくっつける増える人が途中から増える人を、デモと花火をくっつけるってどうですか。終わった場所が花火ってで、デモの時にみんなこれ何の集まり、デモだけど、でも終わったと花見あるよって言ったら結構人集めるんじゃねえかなと思って。そうするとその4月、そうそうそう、何かにやること、デモ、花見デモ、いや、分かんないけど。はい、どうぞ。ちなみに、阿佐ヶ谷北の野本でございます。ちなみに選挙期間中に、たった10人で、三市公園から、杉並区役所の南口、広場解散のデモを72時間30分前に申請して、やりました、警察の方から解散地点が区役所の南口がいいんじゃないって言われまして、はい、某市の、事務所の近くですけれども、やりました。まあ、その辺からあと思うと流れていくとか思う可能ではないかなと思います。はい、今日も嬉しそうですね何がちなみにだったのかちょっと分かんないですけど、まあできるぞってことですね。やっていけるぞということで、じゃあマナミプラスデモ やる気ですよね。だから全部に向かってデモするみたいな人いるの。ほらですかね。完全に今思いつきですいません、ロケットの奥ので。はい。花見プラスデモ、じゃあそれじゃあやりたいってんであればどんな風にやっていきましょうね。はい、どうぞ。反対も含めね、ご意見があります。質問なんですけど、お散歩デモっていうやり方もありますよね。警察に申請しないで、まあ、トラメが使わなくても、原発止めるぞみたいなことを叫びながらずっと道を歩いて花火の会場まで行くということもできると思うんですけれども、お散歩デモをやってらっしゃる方に聞きたいんですけど、大体上限何人くらいでしょうね、お散歩デモだったら。例えば30人集まって原発止めるぞって言いながら歩いたら、それは申請必要なんでしょうか。ちょっと私そのことがわからないので、お散歩デモ関係の方に伺いたいと思います。はい、次のおばさん、どうぞ。朝霞の小関です。都知事選の時に毎日お散歩デモしました。お散歩デモはただそぞろ歩くから別に警察の許可も何もいらない。なんでお散歩デモだったかっていうと、選挙って拡声器使えませんから、だからメガホン持って
叫んでるだけなので、メガホンなくていいわけでしょ。原発止めよう原発止めようってそれこそ歌いながらやるのもありかもしれないし、だからそれは可能だと思いますよ。50人ぐらいだって、あの邪魔をしない程度に歩けばいいわけだから、長くなるだけであって、あのどう占有、その代わり車走らせられないけれど、道路占有許可なんとかいらないわけでしょ。歩くだけだったらそれは可能なんでしょと思いますね。じゃあお散歩デモの方が手軽だよってことですか。はい、あ、なるほど。もしそれが可能だったら、みんな花見に来る人はお散歩デモで来るっていうのが条件で、あの各地に集まってお散歩デモをしながら会場に合流っていうのはどうでしょうか。あの一箇所に集まってデモをかけるとやっぱりそれなりに目立つけれども、あのお散歩デモで例えばどこどこ集合どこどこ集合って決めておけば、プラカードを持って花見回りますよって言って、でも脱原発訴えていますって言いながら会場に向かっていけば、お散歩デモのやり方みたいなのも定着していけばいいと思うし、まあ、あの申請もそんなに難しくはないってことは分かってきたけれども、お散歩デモの画期的なところは、車道は歩けはしないけれども、いつでも思い立った時に主張できるってことですよね。そしたらまだお散歩デモやったことがない人も、これを機会に、やってみる、近所を自分のうちの近所からあのデモをしながら会場に向かうっていうのはどうでしょうか。満場の拍手。じゃあそれでお散歩でもしながら花見行ってくれという感じで、4月何日でしたっけ、すいません、7日でしたかね、日曜日は、お散歩でもで会場まで来いという花見に決定です。いいですか、ね、いやそれはダメだっていうのはいいですよ、どんな意見でも。すいません、ロフトの奥野です。あの僕個人的にはお散歩デモ参加したことがないんですけど、お散歩デモっていうのは、結構そのすごい自由そうなイメージがあるんですけど、例えばこれ決定した際には、そのうぞうぞのホームページに、目的地だけが書いてあって、みんなそれぞれお散歩しながら来てくださいねっていう感じなんですね。どうなんだろう、そのコースみたいなのはないってことですかね。あ、すいません。どうぞ。あの一人でなかなかお散歩して集合場所まで行くのはちょっと恥ずかしいなっていう人もいるから、何箇所かこう中心決めて、あの阿佐ヶ谷、あどこ集合場所はどこかによって何箇所かこう集合場所を決めといて、そこから10人とか20人で歩いて全部栗川のどこ公園まで行こうみたいな、そういう風にしたら、なんか公園寺から出発とか阿佐ヶ谷から出発とかで、みんなそのいろんなルートからっていうと、あ、それ素晴らしいですね。それは結構集まりそうじゃないですか、いろんな駅から。今どれにしてもこれから お花見に行くんだぜって言ったら結構集まりそうな気がしません。あ、すいません、ありがとうございました。痛かったのそれだけです。てな感じですな。はい、どうぞ。阿佐ヶ谷ロフトだったんですけど、お散歩デモで、そう、私もそう思ってて、私は阿佐ヶ谷に住んでるんですけど、まあ、Twitter とか Facebook とかで、阿佐ヶ谷駅から行く人って言って、阿佐ヶ谷駅はまあ場所がまだ決まってないんですけど、全然違う駅でやるとしたら歩いていけるじゃないですか。で、まあ、10人とかで行くっていうイメージだと思うんですけど、まあ、自転車、官邸前とか自転車で回ってる人とかありますよね。なんか自転車じゃないと来れないよっていう人とかは、まあ、分からないですけど、自転車隊を組織してないですけど、それでなんか張ったりしながら来たりとかし
たらいいかなって思いました。まあ、自転車だったら自転車でアピールできるってことですよね。なんか早く。すっごい恥ずかしいですよね。あ、変なやつだ。あ、どうぞ。いろんな訴え方があるけれども、やっぱりデモの力っていうのは大きいと思っていて、非直接、非暴力、直接行動はずっとずっと続けていかなくてはいけないと思っているので、各所で脱原発花見があるけれども、やっぱりこの脱原発杉並で特徴づけるのは、お散歩デモで花見に行こうっていうのをやりましょう。で、あちこち今自宅からって言ったけど、さすがに自宅から私も喋りながらプラカードを持ってっていうのはきついんですけれども、200メートル離れたらできるかなっていう気持ちがあって。はい、ゴール地点というか花見の場所決めましょう。ね、全部口がある口だったんだけど、で、一箇所に集まって、いろんなルートで行くのもいいけど、例えばこの緑地があったら、お近くに4つぐらい駅があれば、ロングコースやってもいいし、で、さっき、石原さんかな、無関心層の話があったけれど、私、長さんと西寄りで2回かな、でも、10月、12月ってやったんですけど、それやろうと思ったきっかけは、女子大の、東京女子大が西荻にあるんですけど、その先生が、自分のゼミの学生が脱原発のデモをあるっていうことを知らない、見たこともない、で、官邸前なんか行かないわけですよ、用がないから。で、新宿に住んでても全然見たことがないって、で、デモなんか出たら就職できないって思ってるって言ってるのを、聞いてショックで、じゃあ見せてやんなきゃと思って、だからデモなんか参加する参加しないはともかく、デモやってる人たちがその町にいるとか、例えばノブテルのところでやってたら、ああまだ原発のデモがあるとか、石原さんって原発推進だったんだとか、なんか耳に入る人がいたらそれでいいと思ってるんで、あ、すいません話がずれました。とにかくさ、ゴール地点の話の場所をまず決めましょう。で、周りのこう地図見れば、大体どこら辺が集合が良さそうかっていうのも分かるんで、まあ、去年はその全部口がある口でやったんですよね。焦ればいい。で、まあ、その話なんですけどね、あとね、まあ、ここは大体もあったことに動けるからさ、まあ、なったことないのかもしれないけど、ルイコさん、ちょっと桃井原からやるとね、ちょっと多いですよね。誰アイディアありますか？持ってる、持ってる。全然違いますね。うん。借りちゃえ、借りちゃえ。はい、あ、はい、どうぞ。森の内のご名刺ですけれども、また盛り下げて申し訳ないんだけど、今ので私も大賛成なんだけど、場所の問題なんだけど、去年のことちょっと思い出してみると、原さんが場所取りを前夜からやってくれたりして、どうにか確保するようなことがあったり、それからその前も多分二転三転したんだと思うんですよね。最終的な場所が決まるまでに、最初に予定したところはちょっとどうかなっていうのでね、ちょっとやっていただいたりして決めたりしたところがありました。それから思い出すのは、さっきちょっとその方が最初始めるときに、予定されてる時間にほとんど人いなかったんですよ。で、ところがロフトの方々だと思いますけれども、音響機械でなんか先に準備してくれて、セッティングをしてくれたんですよ。ところがそのところに管理事務所の方が来て、何やってるのというレベルになって、せっかく運んでもらったものを全部撤去するっていうことから始まっちゃったんですね。で、まあ、だから場所を決めるときに、まあ、そういう規制ができればないところの方がいいだろうし、またやるとしたらばさ、ね、ちょっと慎重にやらないと、去年の前で、まあ、迷惑かけるかなって。場所、その規制がかからないところにあるんですね。だからあそこは全部東京都の公園事務所の場所ばっかりなのかな。答えから言うと、桜が咲く
ところで花見ができそうなところで規制がかかれるのはないと思うんです、うん、同じだと思う、まあ、その通りですね。それから、まあ、さっき言ってたけど あえて花見の一番盛んなところでやるとちょっとね迷惑かけちゃうなってことがあって少しずれてっていうような日にしたんだと思うんですよ。でまあ今年はどうかわからないけど4月7日だと寿命かなと結構個性さっぱりかもしれない。そうするとさっき言ったような場所取りの面とかそういうところのところで結構、気をつけないと。気をつけろってことですね。はい、はいはい、どうぞ。音響とかいりますか？もう花見は親睦会でも私いいと思うんですよ。これはお散歩デモがシュガーのイベントのような気が私はだんだんしてきたんですけど、あんまり私お花見はねそんなにはノリノリじゃなくって、でそのために労力割くよりもなんかサクサクっとデモやってお花見やって、そのなんかデモの後にじゃあみんなで親睦会しましょうかみたいなくらいで見せないですか。そのデモのために音響用意したりなんか大変なことがあるんだったらもうそのお花見の中に紛れ込んじゃうくらい の気持ちでも十分いいと思うんです。だから今回は お散歩でも周知でもみたいな、なんかそっちの方をメインにしていきませんか。そういう話ですけど、これができるとはい、どうぞ。ちょっと分かって考えます。あ、佐野本です、この間の去年の花見では阿佐ヶ谷の駅前でバスで案内してたんですけども、場所が非常に分かりづらい場所なので、現地集合にするとバスで行ってもまた分からなくなっちゃう。で場所が変わる可能性もあるのであれば、阿佐ヶ谷とか各駅で集合して、現地に行くという形がいいのではないかなと、お散歩でもいいと思います。お口しで場所が決まってないですね。場所はどうなんですか。そのあれでいいんですね。全口があるんですかね。場所取りは。すげえな。すげえところ。すげえタイミングだ。場所取りやろう。じゃあまあ、適当に決めてください。で、まあ、もうすぐ終わりなんで9時までですよね。お金もないんですけどね、延長したらお金かかる。もう延長できません。できないですよね。で、また会議やろうって話なんですけど、3月1日金曜日、3月2日土曜日、3月4日月曜日、3月6日水曜、直近だとその辺、さすがに1週間後の2月28日っていうのはどうなんでしょう。一応2月28日っていうね、1週間後の木曜日ですね、これも空いてます。もう一回言いますよ。直近で1、2、3、4、5回、5日間候補をかけます。2月28日木曜日、3月1日金曜日、3月2日土曜日、3月4日月曜日、それから3月6日水曜日。はい、私耳がいいんで拍手の量を切ります。2月28日がいい方、3月1日がいい方、3月2日がいい方、3月4日がいい方、3月6日がいい。3月6日で、3月6日水曜日。で、私事ですけども、その今までね、その何度か私司会やってきましたが、で今回また久しぶりにやりましたが、
簡単でしょ、どう見てね。誰でもできると思うんで、やれなかったら、3月6日、やってください。どなたか本当にいらっしゃいません。結構めんどくさいですよ、これ。あ、ごめん。あ、簡単ですなんか、代わり番号でやった方がいいと思うんですよ、こういうのって。全然上手にやる必要もないと思うんで、で、僕もそっち側行ってね、好き勝手行ってみたいなと思うんだけど、その、ここに座ったら座ったで、なんとなく、優しい気持ちになるって大丈夫ですよ。ぜひそのやってみてください。順番、変わり番号、老若男女、滑舌悪くても結構と。それを僕は提案します。こっちはね。それから、脱原発杉並って、そもそもが、括弧拡大は自由ってあるじゃないですか。勝手に使っていいんじゃないですか、皆さん。なんかこう、しぼんできたとか、小さいこと、でうまくつながってない、いや勝手にそれ使えばいいんですけど、その格好の中にはめ込んで、俺はもう脱原発杉並最初から入れないみたいな顔してどんどんやっちゃえばいいんじゃないですかね。それがとても不思議です。それで人が集まる、それで周知がいく、まあ、うまくいく、脱原発杉並って名前が結構通ったの、これ使いたいって言ったら使えばいい、最初からそういう話だったんで使っちゃってくださいと、最後はその意見を言わせていただきました。3月2日、お客様に、司会は僕がやるか、どなたがやるか分かりませんけども、また集まって、このお散歩でもプラス花見ですので、ここですね、またここですね、やりましょう。それから、どんどん勝手に使って、勝手にサイト作ってもいいですよ。だってね、脱原発杉並関谷とか適当につけるんですよ。ワホールとかね、先輩。まあそういうことで、長々お疲れ様でした。最後に、ありがとうございました。多分、すいません、最後にですね、ちょっと宣伝になるんですけど、3月7日にですね、阿佐ヶ谷ロフト A の方で、あそこに今先ほど連れてきた共産党議員の先生がいるんですけど、あの先生が、阿佐ヶ谷ロフト A でですね、共産党政権2013というイベントをやりますんで、もしご興味のある方は遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。全然です。甘いもの中井です。団地を守る会っていう団体に属してるんですが、今度の23、24に杉並ではないですが、大阪環境クラブで団地の集会をやります。今、ビラを置いてきます。24日の日曜日は放射能連続講座っていうのもありまして、これ無料でご参加いただきますので、よかったらどうぞお越しください。もうちょっと宣伝なんですが、3月17日日曜日、中野でナムカドバーというのをやりまして、福島の子供に寄付を集めようという目的のパーティーです。DJ が多くなってきまして、お酒を飲んで寄付を集めようというパーティーです。3月17日中野で、お願いいたします。バースマッシュセブンというお店です。よろしくお願いします。ご存知の方多いと思いますが、直近ですが23日土曜日、新宿東口新田前午後1時集合で、子どもたちを放射能から守ろうというテーマが行われます。オーストリアの首相坂本雄一、農務長知事など会社の方も参加させていただいてます。東口出て歩いて0分よろしくお願いします。ありがとうございます。その途中で出させていただけるスタッフの方、誘導等なんですけれども、乾杯会とか、よろしくお願いします。FM とか Twitter では一応流しているんですけれども、入って
てない人は直接私に送っていただけたらと思います。で、明日も小学生からのご利用料ありますので、今ある論理の中で一番のものとかを本当に言ってくださる方がありますので、あの方なのかどうかをお前でも最後で、あの関係前の公益コードの前一番近くでいらっしゃったら私に声をかけてください。よろしくお願いします。これはもう何かやるぞ。お父さん、これ大丈夫です。事務所今なんでサンプラーとかね、めちゃめちゃ作りできるのから、CD でこう、まあ、そうですね。今、来てる。ウケる。来てね、これがこれ。マジで？すごい、面白いじゃん、これ。すごい、面白い。3月か4月にはやりたい。すごい面白い。今までテレビでしたよ、小島屋さんって。あれ、関係あるの？東京都の前で。日本のドライブがすごい。
ございます。原田さんも出るんですか。司会やすい。あ、本当だ、本当だ。杉並の両親。あれ来ないの。あの人は普及したわけ。来るよ、書いてある。あ、そうそうそう。で、しかもこれやってたら実はね、ちょっと前に沖縄の浦添市っていうところで中央線だけじゃなく浜田山を入れたら、そうですよね。そして石原さんのところ、ちょっと浜田山近いよね。まあ、ちょっとなら遠くないから、あの、和田堀公園ってのも遠く、和田堀公園だもんね。中野とか練馬とかさ、そこら辺の脱原発のさ、細々とした人たち呼んでさ、みんなで一緒に花見やったら。なんかね、中野は30日なんですよ。あ、もう来ませんだ。30日。うん。今年やっぱりこう脱原発花見が出たすからですよ。もっと一緒にやれば31日なんですよ。7日とかさ、ドンピシャのところでやられると、うちの花見とかそんなありますか？うちのって何？原田明花見。それ、こっちで一緒にやればいいじゃん。